はい、皆さんこんばんは。パワープロ2023阪神タイガースペナント続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあね、いつも通りデバンペチャンスになると俺がプレーしていく。よろしくですと。先発はこれは伊藤正で OK。 いいでやな。小野寺調子にかノイジーちょっと変えていくか。今回は小野寺にしましょう。で佐藤輝もちょっと変えて、今回オバタにしてですね、オバタをショートにしてサードに木浪をつこていきたいかと思います。はい、いや大山サードでもいいけどな。まあや一塁かな。うん、で小野寺、森下を3番にして、5番に小野寺で、6番に小畑はちょっと弱いので木浪を今回で 6番にして、これでいきますか。はい、相手畑か。畑はそんなにね、あの基礎能力も得能も優秀な投手ではないので、チャンスさえこさえてもらえればなんとかするわ。いきなり誰かのエラーでチャンス拡大。振ってよかったっすね。はい、それは振らんでよろしいです。うまい。完璧。どん詰まりやけどな。面白いところに飛び寄ったという感じですね。大山大八、そして今回5番起用の小野寺がどんなバッティングをここで見せてくれるのか。スライダーの変化量はエグいな。はい、それはねさすがにね見送りますよ。これも小野寺らしいバッティング。これも正直詰まっとるけどな。ええー、とこに落ちとるわ。人おらんとこにポテーンと。真ん中、これはどうしようもないけど、まあ仕方ない。木浪セカンドいかんか。くっそー、ちょっと操作難度高かったな今。木浪ですセカンドまでは頭こんがらがるわ。あれはねおかしなる。ちょっとバタバタしたな。まあ坂本なんとかしてくれと。ボールよう見た。甘いとこにほんま今作来るよな。逆にびっくりすんねんな。真ん中やで今の。パワフルにしては配球が甘すぎる。見ていいかも。次振るか。これはないバッチ。バッティングの調子、これほんまに2尻までこの調子でいけたら余裕ちゃう。何の見どころもなく阪神優勝してまうで、これ。まあ、俺は別にええねんけどな。見どころなんていらんから。ダントツ、圧倒的強さで優勝したいのよ。それをね、目標にこのシリーズやってますから、昔から僕は。金本政権の時にな、黄金時代到来したもんな。あの時より多分えぐいで、今。いいね、おばた粘っぽいよ。おお、でフルチンフルチン。惜しい、でもいいね。球数フォーラスだ。ただ畑な、そんな下ろさせたくないよな。打ちやすい P やからな。
うーわ伊藤正頼むわ、マジかよ。さあもう巨人キラーに偽り見えてきてます。全然巨人キラーちゃうやんけ。はい、全くチャンス作らんようになったな、オドレラ。きたきた。第5戦やけどな、伊藤正こんな打たれるとは思わんかった。熊谷、足の速い選手がランナー出とるからゴロゴーでええぞ。うわ木浪それはやばいわ、一番最低な感じ。うわ顔色ゴミ、これは坂本に託すしかない。スクイーズ警戒しとるな。いや絶対せんけどな俺スクイーズ。コントロールがめちゃくちゃ荒れとるな。来た。さあここでラビットボール発動かい。ありがたし、一球見ていいぞ。これはもういったでしょう、さすがに負けたくないよこれ。負けたないでしょうこの展開。横川かイケメンが出てきましたけど、そのイケメン顔色の顔色は微妙ってかクソ。これは打ちたいところ。なんと完璧すぎる。これショート若林、うわ斜めジャンプしたとこ初めて見たな CPA。 はい湯浅お疲れ。湯浅がね大勢と違って全然打たれんようになってるのはありがたいな。まあ、こんなん言ったらまた打たれるかもしれへんから余計なことは言わんように口ずさまんようにせんと。頼りになるわ坂本。ちょっとな糸正があれだったんですけど、ウォーカーに打たれすぎや。ただ近本かホームラン打ってくれたんはありがてえ、ガチでありがてえ。はい、まあ、巨人戦な陽気波打つけどなリアルでも。巨人キラーさあ糸正、これはもうちょっとね防御率も3点台に入ってしまいました。うわスペ報告いらんぞ。あちゃうんか、スペ報告だったらね。うんこやった鈴木という方、OK、いいね。期待の若虎が上がってますと。さあ2戦目相手菅野。青柳行くか、まあ、才木でもいいけどな、生かすの大竹でもよろしい。誰行かせてもええな、青柳さん生かすよりは西くんとか行ってみてもいいんちゃうのこれ。まあいいか青柳で。うわ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 、何これ何これ何これ、ね、めっちゃみんな顔色どないしたんどないしたん、すごくいいことになってますやんか。はい、これでいくか、これでいく、いくいくいく、よし。ノイジーって最近しまくってるよな。うわ近本行くか、久しぶりに久しぶりに近本行くか。ほんまにあんまり操作したくない選手なんやけどなCP に任せた方が率を稼いでくれる。なので近本はほんまにコンピューターに任せたいんですけど、だから逃げてきた。
ただ向き合わんといかんわ近本と。正面からな。菅野か、劣化したとはいえな、さすがにまだまだ能力は高い。まあ3勝5敗 3.99、 19試合投げてこれやから。寝ろってもいいんちゃうか、逆方向に先頭打者ホームラン。だからだから、その真ん中はやめた方がいいと思いますけど、なぜか投げてくれるからね、パワフルなのに。ありがたし、ありがたき。ニコ生見てる人しかわからんネタやわ。いや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 、声を大にして言いたいね、菅野お疲れと。もうお前の出る幕はないわ今後に。もうピッチャー変わっとるし、菅野の時代は終わったな。一時代の終焉やで。はい、まだまだチャンスは続くよ、どこまでもと。ピッチャーまたももう変わってるよ。国士国士国士&無双。ボール見ていい見ていい。これは見なくてもよかった球。ゴミクソボールを振ってしまいましたね。 あれ振るんだったらその前の球振った方がよかったわ。ワウトランナー一塁ロペス。なるほど、ノリノリか。これはきつい。そりゃまだ投げるわな。あれストライク言われるのはね、めちゃくちゃきつい。はい、早すぎて打てへんよ。正面か、惜しい。ピッチャー変わってるね。オッケーオッケー。ノリノリはさすがにうっといわ。変わって変わってる。白木。期待の若手といえども、ここはね、打ちますよ。はい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 。やっぱロペスより全然打ちやすいわ。俺ほんまに速球派っていうか、球速いピーマジで打てへんから。あの外国人系がほんまに無理やわ。ナイス。最後なんかね、しょうもない失点したけど、どうでもいいわ。勝ったんで。こんな追いつかん程度のな、明日につながる、いや、つながらんやろ、1点やったらな、わからんけど。余計なこと言わんとこ、つながる可能性もあるしな。次、ピンチでプレーやし。ピンチは、もう訪れる思いますよ。巨人戦のピンチは、まあ、いいかいクソみたいなピンチを招きおるからね、うちの投手陣は。青柳負けすぎやな、7敗しとるんや青柳って。10安打6得点めちゃめちゃ効率のいい点の取り方をしましたね今回。はいはいはい、大山素晴らしい。いや里輝おらんくても全然点取れるな。おっと、原口、総力、マジか。まあ、総力はどうでもいいな、正直な。打撃系が下がるいっちゃう。うわ、統合かよ。マジで。これは統合できたね、相手は。佐伯行くか。行こう、佐伯。
で、ちょっとさすがにもういいか、テルをもうこれ以上休ませるっていうわけにもいかんしな、ちょっとイツボ君とかニエセスは特にあんまり、好調といえど守備力やばすぎるからな、今回はもうこれでいこう。はい、いや東郷好調か、まあ勝ち越してるからええわ、気楽にできるからな、2勝しとったら残り1試合は。PS4 フローうなってますマジで原神やってる時にこのうなりあるならわかるけど、パワープロってそんなにうなる、やばいでしょお前。別にこう PS4 プロぶっ壊れる寸前とかちゃうからな。うーわ、一回まあスロスタ持ちやからね、仕方ないと言えば仕方ないけど、これ中間守備とかいらんと思うけど、まあ仕方ないわな、これは西君行かせるべきだったかな、普通に。で翔さんめっちゃ打っとるやん、いやこの翔さんは怖いで、しかしちゃう、足遅いからいけるんちゃう、うわマジか、それはやばいわ中野、もうそれはダメでしょ。ここで大城か、めっちゃ怖いな。次誰、若林、校長顔色ええ選手続くからな、油断大敵やな、大城勝負でいいわ。めちゃくちゃ甘いけどノイジー、素晴らしい守備。マジか、ここからどうなるんですかい。また大竹か、大竹ほんまピンチでプレーするときになったら必ずピンチ招くな、登板したときどういうこっちゃ。はい、だからカットボールはやばすぎるんですって、二度と投げたらいけませんよ、これは取れる、マッチ、ひどいな成績。だそんなん言うてお前まだ阪神戦では打ち寄るんだろ、わかるわかる、一球外し、ソフバン VS ソフバンやんこれ。はい、これはもうマッチ現役無理でしょ、全くタイミングを追ってへん、丸の方が怖いな。丸の方が怖いけど、小畑のスローイングの勝ちと、素晴らしい、取ってから投げるまでが早かった。はい、俊敏ですね、ナイス。そして今崎がピンチを招く、ウォーカー、次5番の次は大城、いやもう小3勝負でいいと思う俺は。うわっ、カットボール投げんなて、カットボールガチ投げんでええぞ、三球三振、
なんやこれ、やる気ないですね、やる気ない。まあ次移動日やからな、延長入ってもまあ正直な中継ぎ休ませられると思ったらピンチを招く湯浅が。いやさっき湯浅がめっちゃなええとか言うたから、ほれみ言わんこっちゃない。どないすんねんこのピンチマジで気持ち悪い。これはもうさすがに前進守備やな。まあサードはいかんわな。まあ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 しゃあないしゃあない。はい、ウォーカーどうする？Vスラ怖いな、フォークやな。落ちる球見る。Vスラこれしかないね。はい終わった。まあ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 しゃあないわ。変に12回まで行ってさよならされるよりはまだマシやな。こういう時もありますせ。カードを負け越さんかったらいいっていうノリやからね、もう今は。ソフバンに行ったウォーカーに打たれて終わりという感じですね。まあ33セーブしとるから森下がダメだったって感じか。これサトテル以降なんかいろいろ使いすぎやな。すごい使ってるけど。はいはいはい。さあ移動日。はい、じゃあね、次回横浜戦から続きやっていきたいと思います。じゃあまたね、バイバイ。